この度めでたく弊社の制作部と営業部の社員が結婚することになり、エメラルド編集部も二次会に招待されたのだが、なんでこうなっているのかよくわからない。あそこで嘘くさく笑っているのが丸川書店エメラルド編集部編集長の高野さん。普段はこんな感じにすごく厳しくてやり手の編集者だ。その隣にいるのが副編集長の羽鳥さん。エメラルド一の売れっ子作家吉川千春先生の担当編集者でもある。その後ろにいるのが人気漫画ザ・カンの担当編集者で丸川書店の看板少年誌ジャプンの敏腕編集長桐島さんと、営業部で暴れ熊の異名を持つ横澤さん。それからあそこでいつも通り優しく笑って話しているのが先輩編集者の美濃さんと、実は30歳を超えてるのに童顔なキサさん。いつも仕事を助けてもらってありがとうございます。そうして俺がエメラルドの下っ端編集の小野寺律。キサさん、おめでたい席でこういう状態ってどうかと思うんですけど。りっちゃん何言ってんの。新郎新婦が制作と営業で業界関係者も多くて、しかも反立職、今媚び売らないでどうすんの。でもつか今日の主役に頼まれてるんだから大丈夫。私たちだって美味しいご飯が食べたいの。だから関係者のお相手はよろしくね。はーい。はあ、まあ二次会だし盛り上がるんならいいのかな。あ、高野さんと一緒にいる人、宇佐美印刷の偉い人だ。やだ高野くんったら高野さんデレデレしすぎだろって。いやいや仕事だろ仕事というかちょっとでもイラつくとか何気にしてんだ。痛っ。やっぱり靴ずれしてる。もうそんな高いヒール履いてくるから。だってお店に絆創膏とかあるかな。え、ちょうど手持ちがあったのでよければ。お、とても素敵な靴ですね。よくお似合いです。りっちゃんやるじゃん。え、で、何なんですか。別に。つうかお前絆創膏なんか常備してんのか。女子か。別にいいでしょ。昔あんちゃんがよく同じように靴ずれ起こしてたから常備するようになったんです。では我らが神道を祝福して乾杯するぞ。男衆集まれ。ちょ危ない。あーごめん。すみません。気になさらず。お客様こちらで片付けますので。え、高野さん大丈夫ですか。違う。ああちょっと切っただけだから平気、洗ってくるわ。え、でもいいからお前は飯食ってろ。あどうぞ。変な菌入ったら怖いんで使ってください。そりゃどうも。ほらね、こういう時に役立つんですよ。巻いては？俺巻くの下手だから。はあ、子供じゃあるまいし、それくらいできるでしょ。できねえから言ってんの、早く。はい、どうぞ。どうも。絆創膏もう一枚ある？ありますけど。え、別のところも切ったんですか。
全然平気じゃないじゃないですか。あ、で、いや、なに？お揃い。は？左手薬指って特別な意味あんの知ってる？え、指輪とかのことでしたら俺だってそれくらい。そこ予約しといてよろしく。はあ？予約ってなんだよ。わけわからないこと言って何を考えてるんだあの人は。巻くの下手とか嘘じゃないか。怪我なんてしてもいないのに、これどうすりゃいいんだよ。外すべきか外さぬべきか。吉野、起きてるか？おお、トリー、おかえり。結婚式どうだった？疲れた。ほら、引き出物、お菓子とか食うと思って。マジでサンキュー。おお、俺こういうの選ぶの好きなんだよな。あ、お茶入れるわ。いい、俺がやった方が早い。これいいな。でもこういうのは人からもらって嬉しいものを選ぶべきか。でも消耗品の方が後々楽そうだし。はあ、チョコもいいな。トリは何欲しい？お前が好きなもので構わん。はあ、じゃあこの温泉旅行券なんか。仕事が終わったらな。無理かな。そういや昼間ちょっと実家行ってきたんだけどさ、トリが結婚式行ってるって言ったらもううるさくて。何が？結婚だよ、俺の結婚。相手はいるのかだの、もう結婚視野に入れていい年頃だの、マジでしつこくてさ。ああ、まあ年齢的にはな。そうなんだけどうるさくてさ、だから面倒すぎて言ったんだよ、俺はトリと結婚するわって。おい、よしろ。ふざけるなって、また怒られると思ったんだよな。まあ呆れてはいたんだけど。したらさ、あんたに吉行くんはもったいなさすぎるわよ。あんな優良物件今時どこにもいないわよ。え、せめて持参金でも持っていかなきゃ、もらってなんかくれないわ。え、金ならあるぜ。そういえばあんた人並み以上に稼いでるんだっけ？多分。あら、やだ。じゃあもう通帳丸ごと持ってってもらってもらいなさいよ。足りればいいけど。そうね、両家隣だから式場は都内に。って感じでさ、すげえ盛り上がってさ。お前はそんなことを親に話すのか？なんかヤバかった？ヤバいも何もないだろう。ええ、なんで？普通にお前との関係を考えたらヤバいだろう。いや、おばさんが俺のことをそう言ってくれるのは素直に嬉しい、嬉しいが、しかし。いや、母さんも冗談で言ってるだけだって。俺だってお前とのことを別に茶化してるとかそういうんじゃねえし。あれ、俺ひょっとして無神経だった？悪い、冗談でもこういうこと言っちゃいけなかったかな。あ、でも母さんマジでお前のことを俺より信頼してるし、息子に欲しいって言ってるくらいだし。よしの、ごめん。今日はもう帰る。お前は仕事しろ。あ、泊まっていけば？今日は帰る。お前は仕事しろ。
はい。じゃあな。気をつけて帰れよ。今日一日ホストまがいのことをして疲れを癒そうと思って来たのに、逆に疲れ果ててしまった。おいトリー、あのさ、確かに言い方はあれだったかもしんねえけど、俺は本当にそうなってもいいんじゃねえとは思ってんだからな。嘘はついてねえからな。おやすみ。鍵ちゃんとかけとけよ。無自覚な吉野に頭はクラクラしっぱなしで、それでも悪い気はしない自分も大概だと思うのだ。千秋、これ何？トリが結婚式でもらってきたの。欲しいもの多すぎて選ぶの大変でさ。で、結局何頼んだの？米30キロ。料理をするのはトリです。お疲れ様です。着付けに一杯いかがです？うん、酒はもういい。残念、水です。ああ、なら。はーい。なに、炭酸？はい。あれ、キサさん、炭酸ダメでしたっけ？ダメじゃねえけど、びっくりした。びっくり？いや、なんつうかこう、自分が予想してたのと違う刺激がいきなり来るから、言い方変かもだけど、こう、不意打ちすぎて、ドキドキするというか。眩しすぎる。ある意味、こいつも炭酸みたいなやつだよな。ああ、そういえば、結婚式どうでした？半立食だったんだけど、ずっとホスト役してたから疲れ果てた。タクシーで帰ろうと思ってたからさ、行き違いにならなくてよかった。ホスト役ってお呼ばれなんですよね？うん、まあそうなんだけど、会社絡みだから大人の事情でいろいろと。水ちょうだい。はい。でもいいな、俺の周りまだ学生ばっかりだし。結婚式らしい結婚式って行ったことないんですよね。子供の時に親戚のとかくらいで。これから祝儀貧乏になるくらい出ることになるから心配すんね。でもキサさんの貴重なスーツ姿見られたのは嬉しいな。お風呂が沸きました。あ、お先にどうぞ。俺後でいいよ。じゃあ一緒に入りますか？スケベ。俺別に何もやらしいこと考えてませんよ。嘘つけ。本当ですって。キサさん、俺スーツってなんかすげえ好きなんですけど、なんでかなって考えたら、ほらスーツって普通の服よりかっちりしてるじゃないですか。それをこうやって乱して脱がしていくのが好きなのかなって。やっぱお前スケベだろ。ですね。だってほら、俺男ですから。キサさん、早く風呂行こう。もう少しこのままでいいですか？うん。やった！確かにきっちりした服から脱がしてってのいいかもな。でしょ？今度俺も着てみよっかな。って言っても大学入学した時買ったのだから入るかな。ユキナのスーツ姿。キ
キサさん、ダメだ、俺を殺すな、まぶしすぎて死ぬ。え、何の話ですか。とにかくお前はスーツ禁止。今日泊まっていくだろ。明日日曜だし、日和動物園に連れて行く予定だから、お前も一緒に来いよ。今日は帰る。そなたに餌あげねえといけないから明日行くわ。マジか。日和も待ちくたびれてるだろ。あ、いや、今日はばあちゃん家に行ってるんだわ。そうなのか。いや、しかし賑やかな会だったな。まあな。エメヘンの奴ら新年会の時みてえにホストやらされてて大変だったな。慣れてるだろ。女性客多いからって神父が頼んだらしい。そういや神父とお前って同期なんだって。そう、結構周り辞めてったし移動したりだから、営業の同期はもう彼女と俺の二人だったんだよ。ああ、なるほど。だからお前泣いてたのか。泣いてねえよ。結婚式で泣くっつったらあんたの方だろう。俺？なんで？将来の日和の結婚式、あんた絶対地味に号泣するタイプだろう。しねえよ。そもそも結婚させねえから。は？だって家もあるし、金だって生活するのに困らない程度はあるから、このまま一緒に暮らせばいいし、万が一変な虫ついたら隣の部屋に住まわせるし。補充とかよ。ま、結婚するかしないかは本人の選択としても、もう10年もすれば進学なり就職とかでいずれ独立するだろうしな。どうした？横沢の分際で何俺のこと傷つけてんのと思って。あんた日和のことになると本当あれだよな。一般的な話をしてるだけだ。ま、分かっちゃいるけどさ、大切な人が幸せになるのは嬉しいことのはずなのに、置いていかれるっていう気持ちというか、一瞬寂しいって思ってしまうのもまた正直なところなんだよな。あ、一応言っとくけど、こういうの日和には一切言ってねえからな。分かってるよ。たくいい年してガキくせっつうか、まあなんというか、もしあんたが一人になってもさ、孤独死しないように俺が見守りサービスでもしてやるよ。ん？色気のない告白だな。老人か。俺にそういうのを求めんな。じゃあな、明日家出る時間決まったら連絡してくれ。横沢。ん？俺ってほんと幸せ者だよな。可愛い家族と可愛い恋人がいてくれて。誰が可愛いだ。さっきの告白慎んでお受けするわ。死ぬまで一緒にいる約束だからな。おい、ちょっと。後で時間メールしとくわ。ったく、はあ、どっちが年上なんだか。あー、もう、はいはい、わかったよ。思い知ったところで戸惑うときめ
嫌いを凌駕して答えは一択だ。未来もきっとこうやって追いに落ちる。ああ君の手の中。りっちゃん、手どうしたの？ああ、いや、別に。